ボリューム9決勝トーナメント1回戦第1試合先鋒戦 K 君 VS ラオウ始めていきます。盛り上がっていきましょう。お願いします。さあヤンチュンリー、さあお互い読みなんか先鋒読み勝った読み負けたみたいなこと言ってましたが、このあたりどうなるか。ここはですね A ブロックの再戦同士になる、 A ブロックで当たった同士、まあ再戦になるんですが、さっき当たったんだっけこの2人、ちょっとね記憶が若干定かじゃない。K 君が3立てしてたのか予選は。このチーム富永ラオウザビを3立てですね K 君が。まあ、その K 君が先鋒なんですが、ここはまずはラオウチュンリー1ラウンド取っていく。さあ第2ラウンド、チュアソロ、ロー EX ソロ、前方転身筋中継台形、ここはブロってるが膝でまだ保育溜まっていない。さあヤン怒涛の攻め、駆け込む、これどこまで行く。大パンねじ込んで投げの外だったが猫パンチ。さあ先ほど3立ての K 君を仕留めるラオウチュンリー。さあパールヨモダで迷ってますが、実力順でいくと、なるほど、実力順でいくというパールの一声でヨモダが前に出ましたが、ジュンリーどけでやりたくないだけじゃねえのという気もします。ジュンリーにダドブつけるのも結構辛いけどなこれな。さあ中堅ヨモダ先鋒ラオウとリバ大パン、序盤はまず触り合いでジュンリーの方がもうじきゲージ溜まりますね。裏から膝ダイパン、ダイパンで落としていく。体力差はありますがまだ静かな立ち上がりといったところ。チュアシュアガード、カニはギリギリのところで届かない。これはちょっと漏れてしまったか、飛びから入らない。さあやり直したような形でカニが通る。ここでお祭り、さあ夏の終わりにカニ祭り、大パンで殴ってワンツー届かずだが、これは当たってる、なんか X が見えたような見えなかったような。ここでコーク、わずかに遅らしたか。さあちょっとわちゃっとした感じの1ラウンド目だが、取ったのはヨモダ。さあ1本半だとダドは1回寝かせだとまだきついのか。あースピバがめんどくさいですね。カニの外側から大パン、そしてこの洋服この辺りラオウさんっぽいですね。中足カニは当たらず、まあいいとこで振りますねカニも。下村入ってる、台形ダッキングアッパーコーク、今スピバケアのスイちゃんでしたね。さあここは攻撃入って、いやー八景でおそらく百列読みで前入れたところに下がり八景と、なるほど。さあ第2ラウンド、第3ラウンドですね。バックジャンプ大パン、あの大パンも強い。あーここで中足届いた、攻撃戦1回目裏から投げて画面端。さあレバ中からヒット確認コーク、ダトレバ中コーク、ここで下段たくり始めたら人類平等、3回通せば全員倒せると。
さあパールがなんかちょっと焼き鳥のままで試合終わっちゃうのみたいな余計な心配をしてますがチームメイト勝ってくれてならいいだろうって気もします。さあどうなる、マイクもうちょい小さくなります。あーじゃあちょっとマイク変えよう。ちょっと絞りますね。はい、ショーンさんはちょっとワンチャンないかもしれませんので勘違いなさらぬように。ハニーマシンガンデム、あーダブルアップね、ゲージ回収ですかね今の。画面端平等だと思いますよ正直。ダートとダートとかカニコアコア全体をできるやつは正直見たことないですもん。あうまい、さあ裏からダッキンコーク、ダート DC、 これはブロってる、しっかりダメージ大勝利投げて、しかしまだヨモダだいぶ体力有利ですね。ジュアシハード、後期のハード早いんでね意外にうっとしいんですよね。ああいうとこジュアシハード、この辺り丁寧に丁寧に立ち回る。さあ太陽神今日は輝けてるのか、前捨てが噛み合う、投げて、さあもうダド側もねメッパーあるんで不用意に飛べないみたいなそういう感じでもありますが、かといってもうちょっとダッキングカーク辺りの削りもちょっと見え隠れつつ非常に複雑なこの状況。ブロってるー、踏み込んできたところ下ブロ一線、さあなぜか負けたパール、負けたザビとパールで煽り合っております。そして大将とミニエ、これどうなんだろうな、これさあ 2P 側はこれで大将、 1P 側は、パールがまだ残ってますが、さあ正義なるかと、夏のシーンでは組んでましたね、正義やっと関東総本部ということで、お互い正義の名、正義の名を背負ったこの2人ですが、今日は敵同士。さあ画面端に陣取るとミニー押し引きして無理にいかないヨモダ、ゲージ溜まったのはダットリガー、ああ怖いですねこれ、トサももうじきゲージが溜まるが、さあ前捨て2回で寄ってきて中盤ショートを潰したんだな今、イエクチェスト V の奇襲からのカラクサ、さあどこまでいる、ハッシュ系で拾って投げる歩き投げコーク、さああるのかこれコーク、バラからのジッパー、やっぱり平等コークまで、ワンピーガーリーチ、さあしかし剣を見せてきた、タラジャン前ですね、中盤出し投げ、怖い一打が、怖いセスト前捨て、カラクサ遠いタイミングずれた、ジャンプ中継が強い、前ブロしてる、生きてなかった、フォークも繋がってんの、マジか、あートサいらなかったけどあそこでカラクサするとちょっと叫びたくなりますね。さあファイナルラウンド、さあ能動的に動いてるのはドミニーだが動かされてるようにも見える、どっしり構えて距離を取るヨモダだが前歩きもしてきますねこれね。あーここでダート前捨てジャンプ裏回りダートコーク一生中断マン、ここのカニは入らないが、どこまで行っても分かんないのがこのピンクの道着ですが、
リバーサル。バラ。ワンツースリー。対策完璧。ここで正義を背負ってたのはこのダットリーでした。勝ったのはバールよもだ警官チーム。We await your return, warrior. え？下手くそあいつ。下手くそ。話してるだけ。いや、リバーサコーク1回だけだったけど。ほんと下手くそ。1回だけだったけど。マジムカつくこれ。次の正義のためにまた頑張ってください。ダメだこれ、もうほんとつまんねえこれ、もういいよ、配信終了。はい、次まだまだあと6試合ありますよ。はい、はい、怒っちゃダメです。終わり。はい、終わんないから、終わんないから。終わりだろうこれ。終わんないから。はい、次いきます。直近バインデコイバーサスキーミモラ、直樹チーム。ミモちゃんいたよね。はい、じゃあミモちゃんと誰かじゃんけん。いや、今のヨモダなんか完璧に見えたな、正直。すげえなあ、あ強かったな。はい、先方、ちょっと考えておいてください。さあ先方決まりました。さあミモラキー直樹チームはキーユリアン、バイン直近、デコイチームは、バインエレナと。さあどうなるという開幕戦。基本的にはね、結構いい勝負だと思うんですけどね、この2人。ナノさんは、ここはブレイブを選択。大根打ちが入る。ここは、さあ、タックルで。ダメージ取りに行った形か。裏回りしたかったができなかったから、ちょっとこう。そうですね、本人とイメージしない当たり方をしてましたね。あのダチ振り回した中盤に当たりますね。ここはブレイブ仕込んでた。お見事ですね。拾ってる。まだ投げ無敵残ってた。投げの外だったかどっちか怪しいところ。ラウンダーチガードしてる。さあきっちりケア。あーシャッキーチューパー5番だった今、中盤か。あの状況になるとね、EX ライドホーンっていうね、割と削りに適した技をケアしなきゃいけない状況になるので、結構ドキドキするんですよ。内足通して、内足通して2枚目テリブル通る。肘はちょっと多い。さあ体力大幅有利で、ユリアンはタックルを見せたが、取りに行かずにゲージためた。おーおー、飛びからそのままつなげていく。ジャンピーシー投げを2回目。さあアルバイン連携お見通し。開幕タックルダッシュ投げ、クイックは取っている。取ってないとね。なるほど、行かれちゃうんだ。クイック当たってる。さあスクラッチホイールからのスパキャンプレイブランス。ガードマッチガードして毎中盤。さあまた広告入りましたかね。マコさん、ルイさん、ちょっとこれ表示からだと思います。すみません、ありがとうございます。怪しい。ショップはガードしてる。ブレイブはありますが、フラフラしてる。あ、両方ブロってるが、これはちょっとやりすぎだか。ジャンプ台。おお。エリアもうちょっと1枚溜まりそうですが、下がりすぎるとエレナ危険だが。壊し。ウェイジスタックルは遅い。スクラッチ打ってる。お互いゲージ吐き切って。どうすんだこれ。シェフィアクロキル。残り時間は30秒。
もう一本試そうだな、下手するとこれ届かない、リンクしてる。これはリンクサクラ。さあ、ギリギリを制したキーユリアン。半角になってたかな、多分。普段食らわない技なんで、あの感覚かどうか分かりにくいっすわ。さあ、ジョッキンさんはヒーリングですか。ユリアン戦、エレナの皆さん、ブレイブがヒーリングかどっちかの人がまあ割と大半です。アスカリなんかヒーリング選ぶことがあるんですね。さあ、スライディング投げて中段入って、やっぱりね、リーチの長い中段はエレナの一つの大きな武器ですね。スライディング前してはラウンド8。こうなるとちょっとヒーリングをケアしなきゃいけない状況。ヒリブル、はい、しかし2枚目、二択をしっかりさばいて、アメスピア、イクサ打てず、お上手、肘はかくらない、爆捨てしたらヒーリング。しかしその分しっかり回収してガードスキル、ラウンド落ち、いいエクスライのワニヒット。お互い気持ちだけの勝負になってた最後。すごくなんか手に取るようになんか心境が伝わってきました今の。報告激しいことになってんだこれ、みんなありがとう。ラウンド8、ドロってチョップ、待ち受け、よし、スライディング、これリバースアタック来るからいいですよ。エレナはね、微妙な手前張りが全部ラウンド8出ちゃうんですが、これはいい張り方だった。もう1枚、ジョッキーさんガード硬い、タックル入る。これはユリアンは使わずになんとかしたいが、ヒーリングされるとそれはそれでしんどい。どうする、あー、ダッシュ中足、難しいところですね今は。さあ、ユリアン的には2マックス、回復される前に仕留めたい。まあ、ヘチューファーも潰す。さあ、タックルインスが多いですね。テーブル入って投げる、タックルからいった、これはスピアは入らず、まあ、歩き投げ、まあ、ここチョップでダメージだいぶ取れましたね。おい、スライディング、ラウンド8、チョップで落として、これはちょっと裏に回ろうとしたのかな。さあ、チョップ投げてローから壊し、大足下風呂チョップ、結構際どいところでちょっと押される感じになりますが、なんとか生き残ってますね。さあ、これで大将デコイ号機、今日この王子は絶好調。ユリアンの身としては非常にここ大変だと思うんですが、さあどうなるか。サンタテリーチのキーユリアン、バンクから壊し移動投げ、さあ画面走って丁寧にダメージ取っていく、ダイパン、ダイヤシ、ユリアンね、EX タックル半角ではありますが、あの状況だと吐きにくいですね。壊し移動投げ、さあまだゲージがない、おお読んでいる、赤ブロから、あ、これは足が出なかったか、タックルタックルチョップ、ゲージがない、タックれるか、ガロシル前ブロー、これはいいさばき、逆にユリアンはゲージ全部使い切っちゃいましたね。さあ、先手はコアコアメッパからスタート、てか広告やべえことになってるな、マジみんな ちゃんと見えてないんだけど、ありがとう。竜巻昇竜拳ヘッド呼んでるが、ブロッターと投げれちまった。
投げる、ダイパン、これはEXセットちょっと怖かったか、これは繋がる。持ってる分全部広告しました、マジありがとうございます。これ和光さんでいいかな。僕ちょっとあのコメビューで見てるので、ちょっとねコメビューだとただのコマンドログになっちゃってて、誰があれやってるのかちょっと分かりにくくて申し訳ない。誰なの、後でちゃんと見てほしい、すいません、ありがとうございます。さあここで、中堅は直樹系ですか。さあ合気球、残酷な雨が降る予感はしますが、さあこれは美味しい。年のクイズぐらいは PA ほぼ確定になるのかな。対空ビンタ、これも確定。さあこのわあ移動角、今多分移動したよね。うわあ投げて減らない、やっぱり PA に返すとだいぶ変わる。そして前しっかりくぐって、そして画面端脱出、受験突進。そうなんです、あのね直樹さんね、移動捕獲の精度すっげえ高いです。全然予想定しない周りからえらいのが飛んでくるんで、マジ怖いんですよ。ジャンプダイバー、そしてここでビンタ、そして PA1 回投げる、竜巻はくぐっているように見えたが、ここで捕獲、これはしっかり2発目が入る、突進で攻撃危うし、立ってるがここで遅らせのシーン、お見事。勝ったのはキーナオキューミモラチーム、ミモちゃん出さずに勝利ですね、お見事でした。続いていきましょう、ショーボス VS 嵐なめろキャベツ。はい、ショーボス2人チーム VS 嵐なめろキャベツチーム、これも再戦ですね、予選の。はい、じゃんけんお願いします。いやマジね、みもちゃんほんとすごいよこれ。さあ先方はじゃあちょっとじゃんけんで決めてもらう、まずじゃんけんした後先方決めてもらいましょう。あの広告入れてくれたのは和光さんだったんですが、ありがとうございます。大量にぶっ込んでたログを今に。さあ小ボス先方というか、まあ中堅という言い方にさせてもらいます。中堅がさあ翔ユンと、2P 側が先方嵐豪輝ですね。反応すごい、今の登り立つ巻きね、4発3発当たってすげえ、これあれだけも計算ありますからね。あー引っかかる、フォアブロック、昇竜滅、ここは投げ。さあまずは完全な嵐ペース、まっ軸足差し替え近い、今さあ前方スタート、補正を切ったが、ここも全部これだけでもこんだけ減るんだもんな。投げて、あー移動投げの外、ここで前方衣装から緊中剣体験、これはお見事、押し切る選択肢ですね。
うわー、ジャンプ中継ローゼッション投げて、ここで中足発動。さあ、再び表裏が両方ともガードしてる。うまっ。さあ、バックしてからダメージ取って、前、怖怖。膝をガード。さあ、一触即発ですね。これは下手なコンボでももう十分死ぬ状況だが、これどこまで行くの。先週テスターシャガ12勝、マジこんなに減るの。あー、最後はダッシュゲー。この状況からもう前方コンボだけで致命傷になっちゃいますね。さあ、キャベツなめろう5両目、これで数の上では並びましたが、さあ、どちらを出す。なめろうのユン対決、同キャラですかね。うわー、あれで着地に合わせますか。超切れてますね。審判ローテーション、インチキは当たらずだが、その隙を投げていくナメロ側。ワンピーガーが勝、次がナメロです。フォア絶勝で打ち落とす。ちょっと変な当たり方だったが、絶勝当たらず投げて、おお、前に出ていくナメロ側。ここでゲーム発動。砂漠最後引っかかる。さあ、これはいいダメージ。並んで暴れて絶勝。地上で勝っていない。当たる、拾えない。そしてリープ。DX テスタンでいきなり飛んできましたね今。さあ、第2ラウンド、ここで発動。うまい、見てましたね、完璧に。今のであのさばきでダメージ半分以上。お互い柔らかいんでね、これね。コボクは迎撃できず。さあ、なめろペース。ここで発動。さあ、そこは当たってる。このヒット確認を逃さない。月山、これは当たった。ただ現状況もほぼ変わらずですね、お互い。これファイナルラウンド、なんだ今の。ゴーがハモりましたね。ラップ先に発動したのはナメロー側。先輩手も手し2勝100月山シャガ中2勝ゲージ半分。そのままいけるのか。さあ、ショーの幻影だが裏回り、そしてわずかながら大盤ループも入れて EX2 勝。打ってきました。さあ、キャベツ残りのナメロー側ですが、これを受けてボス何になるか。キャラの話、ボスチェンジ。さあ、この選択がどうなるか。ハッケさあ、雪ブロって膝ハッケ、ハッケ。さあ、中央選手だが、さあ、ゲーム発動。5番5番、打開の外から打ってるが、これ緊張期当たってしっかりしたダメージになった。2勝折れたが、あ、いけ。中盤ローテツザン手も出し、これは小木入らない。投げて中足相打ち。Are you ready? Go!さあ、どうなる。投げて5番、移動投げのような状況になったか。中足から放射線1回目、
キワシキコ。さあこれでゲー溜まったが距離を離した発動。ブロってるが、それは続かない。投げる運が厳しいか。これは上げて100列で体力削っていく。ミス当たる。ここも相打ち。さあ大将対決となりました。ボスチュンリー VS キャベツケ。予選では確か剣道士で当たったんだよな。確か剣道士でキャベツケに確か勝利してたんですが、さあキャラ変わってチュンリーでどうなるか。怪しい。もちもち。さあお互い殴り合い。最後と同じぐらいゲージを先に作っているのは剣側。一つ巻きだったか。しっかり登り風呂入っている。チガシ中盤だったが、ディープでこれはつながる方向。追い打ちで綺麗にフィニッシュ。さあワンピがリーチ。チュンリーゲージたまる前に行きたいキャベツ側だが、しかし本当に何でも使えるならボスさん。下ブロおー陣内ケアしてる。投げて膝が見えましたが赤ブロ。しかし差し返し方よく裏回り。スピボは入らないが投げてフィニッシュ。いやー中足すかし方よくでしたか。勝ったのはボス将2人チーム準決勝進出です。では、1回戦最後の試合ですね。カズヤ国新太 VS、モチシュール、9月8日は、大山ニュートンで KOF98 の20周年大会です。はいじゃんけんお願いします。さあじゃあ戦法聞いていきます。いやーダメだ、キャラ差がきつかったわこれマージ。みんな楽しそうだな、楽しそうに大会やっとるわ。元気ないよ、クソキャラに、クソキャラにはめられて終わったもん。クソ回線止まってる間、あ、ボスさん勝ちました。ボスさん SHO さん勝利。闇落ち、闇落ちした。スランプ、スランプ、いや違うんだ、スランプじゃない、もともとこんなもんよ、もともとこんなよ、こんなもん。ほんと頑張っとるけどな、勝ちきれんな。やっぱ健三さんいないと優勝できないわ今年は。今年は健三さんなしで優勝した試しがない。帰ってきてくれクリームヒルト。あ、今度読むだ、物理的に締めといて、あいつ分かってる。マジ開幕、カズネー VS、秋春、あ、タミです。はい、タミになりました。あれ、誰ですか。あ、タミですか。タミです。カズネーになりました。カズネーが当たった瞬間、うん、3枚チュンリーじゃないから俺やることねえよってグロって全員春麗これはね、アレクとしてはやっぱり辛いとこがありますね、うん。いやクソゲーニシンは富永さん入ってませんからね。またラオウさんと組んで優勝してるな。ラオウさんと組んで優勝したことないからな。あーなるほど、確かにそのチームは見たことないね、うん、まだね。さあタミ VS ですか。あ、タミさんですかこれ。はい、タミです。赤じゃないですね。最近ね、あいつねコロコロ色変えるんですよ。さあチュンリーもうゲージが溜まる。タミさんとモチくんと
タロちゃんことそうだ、ね、今日の名前は、9月8日は KOF98 あ、大山ニュートンで KOF98 20周年大会3です宣伝に行きました。あ、じゃああれなんだ、タロキチさんがあのあれなんだ、メインでやってくるあ、そうそうイベントなんだ。そう98今日は宣伝に行きました、ね、なんか主催的な感じのポジション、まあ、サポートって言ってたけど主催は別に人がいる。あ、なるほど。じゃあ広報係みたいな感じ。ポイントいらないので今日この名前出ます。あー、なるほどね。もう宣伝してくれと。そう、しっかりあの合間合間で喋ってくれということで。おー、さあしっかりそれで決勝トーナメント残ってますからね。さあカズネ、そう最近ギルティばっかで、カズネ確かジョニーだったかなキャラ。おう、あ、結構さあかつてチュンガリのカズヤと言われた男ではありますが、久々のサードでチュンリはやっぱりきついでしょう。そのあたりどうなるか。赤風呂、うわマジ、さすがタミさん。でも色が違うとタミさんに見えないのが。そうあー今およく打ったかもしれないですね。この辺ですね、はい、辛いですねトミリさあジージーした試合ですがどうなるか。投げる、おーおー、マジっすか。レッツゴーレッツゴータミヘ、レッツゴー。わーっと、あーなーに、これはなーに、これは周りがざわついている。いやこれはひどいっすね。これね、そもそも EXL も半角ですよね。ですよね、確かに。しゃがんだりしたらワンチャンちょっと違うのかもしれないけど、立ちガードだったらしっかり。あれ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 、ピオらないけど、あ、ちゃんと遅らせガード、スピバケアですね。あポンポンでピオってポン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 だったよ。さすがのカズネでしたね。ポンポンでジャンプ弱系しゃがみコパン、チュンガリのカズヤ健在でございます。これは本当にあのね、下でちゃんと恥ずかしめられてる感じがいいです。そうだねピヨピヨって言ってましたからね。なんでなんで、チームメイトに怒られなきゃいいですが。さあ登場したのは、中堅、9月8日は、大山ニュートンで KOF98 20周年さんです。試合中はタロちゃんと呼びます、ごめんなさい。そっか、これが頑張りやね。そっか、今頑張ったね、カズネーね。今のはカズネー頑張った、マジで頑張った。あそこの諦めなかったもん、ちゃんと。さあ、こっからアレクでな、タロキチさん大会の宣伝を目いっぱい、あーちょっと目いっぱいしてほしい。でん、でんと、あれ乗っちゃった、これやべ、タロキチさんこれ曲げちゃうと宣伝終わっちゃう。ちょっと頑張りたいところですが、頑張りたいですね。さあ1分1秒でも生き残ることが宣伝強化につながるタロちゃんですが、はい、KOF98大会がそう来週あります。20周年大会が、これ配信とかどうなってるんですか。やるはず、来年生中継。あ、何が、あ、来週やるはず。おお、いやーっとっとっと、中和翔くん、うわ、いった。本来は第2日曜がマニアックスなんですけど、 そうですよね、それがあったんで入れ替わったんです。なるほど、はい、まあ四国大会も3週目にあるし、そうそうそう、まあ1週目になったみたいな。80人ぐらいエントリーしてたかな、ちょっと細かい数字が分かってない。あれね、おお、シングルス戦それともチーム戦みたいな。ね、2日あってシングルス戦と2日間とあと10on 10のなんか代表戦みたいな。土日で、そう、98祭りなんですよ。土日はもうじゃあ98だけなんだ。もう本当に全台98になります。あ、じゃあワンチャンその来週の土曜日はあのフリップはなくなっちゃう感じ。あ、なくなりますね、完全に。それはもう通常じゃなくてもう1日98、ある1日全台98。貸し切りイベント状態になるわけだ。そうですね、ほぼ貸し切りですね。じゃあちょっと太平さん、あのツイッターしとかないとわかんないですよ、間違えて。あれフリップがあると思ったら KOF だったみたいな。そうね、土曜のはちょっと言っといた方がいいな、確かに、うん、ありがとうございます。さあ画面はカズネ優勢か、しかし保育 1.5 はちょっとわかんない、ちょっとこれは踏んづけられなかった。あるよ、ワンチャンあるよ、プロレバー。おお、叩き込んでいく、あー殴れた、これはここで打ってきたが、あー元気式ですね。元気だったら当たってるんだけどジャンプコパンレイド
そういうこと、なんか気持ちは伝わりました。まあね、はい、あれぐらいしかもうないもんな。ないね、なかったね。いやーしかしワンチャンありましたね、ありましたね。しかしチームに勢いはまあ間違いなくもたらしたでしょう、はい。さあそして無印98だと思うんですね。あ、そうです、そうです、あのいわゆる MVS ネオジオの、はい、あれですね。さあ無印の98ですね。大将に国残して、これが新田健ですね。あ、新田君今日健、まあいろいろ使いますからね、新田君は。そうね、やっぱりマニアックスは新田とかボスさんとかそういうところにはね、有利な、そうですね、有利な、やっぱりいろんなキャラ使える人がしっかりやれるルールですね、はい。さあ陣内から、うわー、弦の出かかりを投げて、あー、これもダブル入りますね。うまい。ゲージない中での殺しきるタクト。そっか、じゃああれですか、サードストライクも20周年大会とかどっか狙ってるんですか、太平さんプレゼンツで。20周年はね、20周年ってことは確か、でも20周年ってさ99年ですよね、確か20年目を言うの。だからまああれですよ、誕生日祝いですよ。だ99年のなんだっけ、うん、5月の13日かな、13だっけ、うん、だから20年後だと19年の5月の13日、うん、はい、に 20周年の誕生日プレゼントを。ワンチャンありますね。ワンチャンありますか。ただ今もう完全にクーペのことで頭いっぱいで、あ、来年のまずね、まずは1月を乗り越えないと。そう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 、そっちをまずね、はい、おと言ってる間に、あー、これは新田勝利ですね。そう、先日ね、夏の陣で発表させてもらいましたが、はい、来年のクーペが、2019年1月5日6日に浅草橋ヒュリックホールという形になりました。そうっすね、しっかりこれも宣伝しておきます。さあ、大将、持ち準理、中堅、新田健と。なるほど。さあ、この形こっからいよいよって感じですね。大将ですよね、もちくんは。そうですね、さあ、宣伝差額さらに伸ばせるのか。あ、残ってんのがちょっと国なんで、竜を考えると新田なんとか殺しておきたいな、ここで あの決めときたいなってとこありますよね。まあ、前陣竜とチュンリー、まあでもモチ君のスタイルだと結構冷たいスタイルなんで、そう ね電陣まで行くのに大変ですよね、はい、なかなか厳しいと思います。あららら、踏んづけてって、また画面端。おさあ、うるせえ、台風の処理が仕上がってますね。ガードしてる。これで知識ない。あー、コッパーホー、コッパーホー、よくコッパーホーっすか。あ、でも来年の5月13日って月曜日、多分5月のどっかの連休でいいんじゃないですか。ゴールデンウィークやりましょう。ゴールデンウィークちょっとね、やれたらなんか考えましょうかね。来年ちょっとゴールデンウィーク一発、たい平さんの力でなんとかお願いしますよ。ゴールデンウィークは4連休になる。なるほど。それで海外勢にもおごられくん使いたいっていうコメントを。それクーペで言ってたのかな、夏の陣じゃなくて。夏の陣クーペのおごられくんはまたちょっときついんだよな。おごられくんってあのイースクに入ってるシステムだから。そうだよね、そうそうそう、あれだってあのヒューリックホールにおごられくんが入ってないと無理ってことだよね。無理、そういうことだし、そもそもヒューリックホールは要はだってあの食べ物とかないじゃん。そうだよね、そういうところじゃないよ。そうそうそう、夏の陣って言ってた。ああ、なるほどね。さあ、膝で、これは失礼、画面はもうチュンリー勝利。さあ、チュンリー強いっすね、やはり。おごられくんはそう、イースクのシステムなので。あの、ちなみにおごられくん日本でできるところってイースクだけ？あ、になんのかな。おごられくんっていうシステムがあるのはじゃあイースクだけなんだ。これ、ね、実はすごいことじゃない。ちょっとごめん、そこはうまく分かってないんだけど、うん、ちゃんとそのイースクのあの何カウンターとかにそのシステムがあって、注文するとレシートがピーって出てきて、それを読み上げる感じだから。あれはさ、あそ、あ、いろんなところであるんだ。あでも日本で4件あるんだ。なるほど。じゃプレミアっすね、あのシステムで遊べる。他のクラブとかにもあるところはあると。なるほどなるほど、はい、あ、そっか。あ、じゃあおごられおじさんとか作っても、あの、あれだ、パクリ現金と。あの、あれだ、たい平さんが捕まっちゃうんだ。やめて、なすりつけるのやめて。あー、そっか、じゃああれだな、大変だな。お、さあ画面は特に優勢。
ああ差し返しの台無し。うますぎる。まだあるのか。でもこっからあるのがシュンレイ2マックス。さあ使うか使わないか迷う。レッツゴーか。解除しなないね。ああリープ中継が。リーチは 2P 側。さあこれはこのラウンドはしっかり1本使ってしっかり処理していきたい。そうですね、チューニカとしてはそうですが、レンジももう溜まる。溜まりましたね。さあじりじりして、うわーダッシュコパンを下風呂で、ここはゲージを使っていく。うまい、潰して潰して、でんでんでん、これはうますぎた。潰して潰してでんでんでんでしたね。遅らせ中盤でスピバー潰れるんですね。しゃがみ中盤が強すぎる。いやー綺麗な勝利、勝ったのは、国新太和也チームでした。おめでとうございます。やる、まあ、じゃあ最後にもう一回言っときましょうか、はい、敗れてしまった、持ち、修礼、そして、9月8日は、大山ニュートンで KOF98 20周年大会です。さんはお疲れ様でございました。また最後に宣伝しましょう。リュウは最強キャラではないんですけど、最クソキャラです。最ゴミクソキャラです。そういうのは本人同士でやってくれませんからね。はい、次準決勝いきます。誠のとさなみは下から3番目。ケイ君、ヨモダ、パール VS 直球、ミモラ、キーチーム。誠は下から3番目です。はい、じゃんけんはできてるかな。15年やってますから。先方聞いてくる。太平さんの先方、太平さんに先方き言ってくださいね。運営の太平さんに先方言ってくださいね。えらい先方決まるの早かった。さあ決まってた、決まってましたね。準決勝第1試合、はい、K 君、よもだ、パール VS、はい、キイ、ナオキュー、ミモちゃんと。キイ君今日調子いいんですけど、今日先方パールさん、え、パール先輩。そう、パール先輩です。今回焼き鳥かかってるから、もう勝ちたいっつって、もう多分前に出てきて、あの焼き鳥回避とかホクホクしながら出てきたんで、はい、さあこれで焼き鳥会場になるか、でもこのままお亡くなりになるのか。でも焼き鳥でもいいっすよね。チームメイト強いからここまで上がってきてるという。そうね、だってチームメイト勝ってて俺にもやらせるぐらいのこと言ってますよ。でも焼き鳥です。さあテーブル、さあこっからタックル一発入ると分かんないよ。分かんないですが、これはかなり厳しい。おお、グラセ発見、うまい。ヘッド対策も兼ねてますね。いや、唐草から塗装の誠もクソさで負けてない。いや、今まで何見てるんすか。あなたは今まで何を見てたんですか。さあ、タックル入って画面端、さすがに中に2マックスがちょっと怖いですね。ちょっと伝わらんかったな。伝わっとらんな、これは。まずい、もうちょっと俺も練習しないと。いやー、着地で移動投げ、うわ、これはやばい。この状況はブルルーが入ったら、あーっとコパン暴れ出ない。あー、これはどうなる。テーブル入って、さあ画面端ですね。裏回りしっかりブロリましたね。あれユリアン使いだったら分かるんですか。上がりますね。投げた位置がすごくいいとこでした。あー、前足入ってももう一回タグれる。さあ砲翼からスタートのファイナルラウンドだな。開幕半分ねえぞ。おー、痛え。やばい、これもう場合によっちゃ知識だな。だけどゲージが1本溜まって、息荒らしてるが、うわ、着地に投げが追いかねえ。もう1回、そしてさあやめてと12、そこで止めるが、まだ膝、ワンチャンあったけど最後ボタン押すのやめませんでしたね、パール。やめてとか言いながら一生連打してるパールもパールだけどね。百列はやめてと言いながらこっちはやめないというね。そう、やめないですね。百列はあの4回で1セットなので、最初からブローレルと4、8、つって24まで、その止まるタイミングがあの測れるっていう状況があるので、24がマックスだっけ。マックス、そっか。
ただあの初段をどこからブロールか、たまにほら途中からブロールときあるじゃん。まあそうだ、そうすると回数が分かんねえのか。そう、分かんなくなって、あれどこだっけって足の位置で多少読めるんだけど、ぐじゃーってなったりするんですけど、24ブロったらもう間違いなく肘が入るので。そういうことね。ああなるほど、最後までいけば。そう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 、ただ4ごとに止めるかの読み合いがあるので、めんどくさいなっていう。4の倍数のところで止まったり止まんなかったり。そう、大体ああいう時って死にかけで一生懸命消したんだよ、うん、さあ失礼、画面はこれ直球球。今日大活躍でしたからね。さっき1個前ね、デコさんところをニモちゃん出さずにキー君と、あーマジで直球さんで勝ったんで、直球君でマジ。さあしかしこれファールが割と無慈悲ですね。冷て冷たい、これ冷てえな、これな。ポパン、さあ辛いですね。やばいやばい、ゲージ状況的にも。あーゲージもないので突進ブロってノータイム中足もよく。あっこれはさあ大捕獲。そうですね、Q はなぜかあの硬直の関係で赤ブロになるんですよね、あれ。えあの切り上げブロールも確か。マジで確か。へえ辛い。まあガードして大砲感が届くからそれでいいんだけど、うん、あれしゃがみと立ちでやっぱちなんか 違うんじゃなかったかな。んか細かいことちゃんと分かんなかったけど、赤で取ったの見たことあって、うん、なんだこれっつって、なんで赤なんだよっつってあーここで中足砲翼。さあこれでようやく大将を引きずり出したわけですね。出ましたね、パール焼き鳥回避してちょっとリラックスしてますね、あれ。しかしミモちゃんスピードスター登場でございます。さあここからですよ、ミモちゃんとケイ君とヨモダですね。あミモちゃんなんかパールパールパールケイ君ヨモダ。ミモちゃんとはいえこの3枚抜くのはなかなかにしんどいと思いますが、三立てありますよ。まあでもミモちゃんならね、なんか期待感出るのがやっぱりさすがよね。この男ならやりかねないみたいな。こいつはあるで。おお、すげえ当たり方。おやっぱこの中足の届かないところで、おお裏回り、どっかでダッシュを差し込んでいきたいんだけど、なんかどっかで見たからした技が強すぎる。ここは使う、まあ残りますね。ズーズーしいったらないですね。俺は諦めませんよ。ミモラは、お、お疲れっす。また、うっす。元気にお疲れ。お疲れ元気に。さあ、ミキマルが挨拶してくれて今日帰ってきました。ライバルではライバルですね。敵ですね。二人の仲の良さはまあ有名ですからね。おお、綺麗な挑投げ。さあここで。県内に持っていった、使わしたい、まあ使わしたかったかな、どっちかっつうとね。そうですね、まあでもとりあえず砲翼あるので、これはもう聖地あるんでとりあえず先に吐きたい感じかな、やっぱり。そうだね、ちょっとこっちは死ぬとしても温存して死ぬ感じだよね。いやミモラ逆ですね、ミモラが悪で富永さんが正義ですね。これもまたちょっと見てる人にまた若干伝わってなくて、コメント敏感ですね。おーおー、前須田が投げたな、誠川移動からくさん。おー、うまい。確認してる。ダブルアップして小足はガードしてたけど、ジェスト当たってそのまま確認殺しきりと。多分あの後小足 EX 下ろしだと思って多分ニュートラ前ってやったら、なるほどね、多分小足ジェスト相手打ち切ったっていう感じですよね。いやー、あの刹那の状況判断やべえな今の。あれうまいっすね、さすが。さすがでございます。悪を滅ぼしたもんね、ヨモダという悪を。今悪が、あのミモちゃんが悪なら悪が悪で活躍してますけど。いや、やっぱね、悪はね、悪で制していかないとダメだ。あなた夏の陣ってヨモダと一緒に正義背負ってたじゃないですか。あいつ首あいつ首首あいつ弱い、あいつ変態だった。早いね、あいつすぐパナスだけだから。総本部、クビですか。え、東京総本部、クビか。あいつクビだわ。
さあ中堅警官ですね。あれ色がピンクになりましたよ。色がマジ、あれこれまさかのフュージョンですかこれ。違う。やべ、あいつ俺が悪っつったらあいつ色取りやがった。富永の力を使いたでしょ、でしょ、悪でしょこういうところが。いやまだまだわかんない、まだマジまだわかんないよこれ。さあやっぱり中堅さあコメントにもあります、ミモちゃんが悪落ちしてしまいました。悪のピンクカラーを身にまとい、まずいよこれ。これまずいよ、悪発言聞こえてるからね、危ないよ。危ないよ。さあどうなる、キャラクターかわして、ここはケイ君光線入れて、さあ逃げジャンプ、うわあれですね、さあ投げて、うわうわ、そのグラ取りますか。いやでもあそこはその爆捨てされても飛ばれてもいいんだよね、はいはいはい、画面押せるから。でもしこ擦った場合のケアをしつつ殺す圏内に入っていたっていう、しっかりしてます、画面見てます。あの悪は、あの悪党画面見てますよ。悪党画面見てる。強いですねこれは。さあ悪党とクビになった正義がここで相ま見えてますが、そうですね、さあ逆算リーチですこれ。あ戻った。戻った。アク落ち1回だけか。さあ投げて、おーおお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 おさんに頑張ってほしい。さあ正義に戻ったおおおが、ここはどうなるのか。うまい、ゲージを貯めたいね、ゲージを。お確認してますね今の。これはおお相手もボタン押さない。あーじゃあこれです、わからん。おっ、立ち上げやばい。マジ何を目指したんだろう。もうほぼ圏内か、お互いこれ。うわぁ、はい、入ってる。こいつマジマジか、今のマジ。さあ、よもだまずリーチかけて、さあ、ぶっこんできた。あー、これも痛い。最強、最強。最強キャラです。完璧、正中線という技が最強キャラです。結局ゲージ全回収してファイナルラウンド。マジか今の。ジャンプだけ届く。うわこれうまい、これうまいんですよねあれね。うわここで打ってきた。正中線入って、うわチャンス、見えてる。このミモラは強いぞ、今日は頑張って。あー光がゴークで残らない。悪が栄えてしまった、トミニー枠、悪が栄えてしまいましたと。だからさ、ほんとね、このほんとこの切ったね、あのダッシュコパンはあの前風呂したやつ、あれたまたまなんですよ。ほんとあれ悪ですか、ほんとあったまる、ああいうのほんと。あのねマジで俺横にいるから分かりますけど、マジでトミニー渋い顔してましたからね。マジでおかしい、ほんの野郎みたいな。再雇用でしょ、え再雇用するでしょ。再雇用なしじゃ、正義再雇用なんしせんわ。雇用されるでしょ、えそのうち履歴書送るんでまた雇ってください。履歴書もそのまま、はい、もう再雇用願いが来ました。履歴書送られてきて もうそんなもんすぐ捨てるわもう。はい、じゃあ準決勝第2試合、小ボス2人チーム VS 和也君に新たチーム集まってください。そうだ、色がピンクだったらワンチャンあったかもね最後な。一回だけな、悪落ちしちゃったからな、あれな。そうだ、いや悪落ちっても俺が悪みたいじゃねえかよお前、太平に言われた悪落ちって。ザビさんお疲れです、ありがとうザビさん。いや、クーペのチームメイトは一番いらない、よもださんが一番最初にクビにしますね、よもださん。はい、ここ2人チームなので、まあ、中堅という呼び方をします。中堅、中堅ショーバーサス先方和也ですね。やっぱ強いですね、ボスさんと SHO さん。さすがに強いです。やっぱ強い。予選ちょっとね、三つどもになってもつれたりもしたんですけど。あ、そうだったの、はい、危なかったんだ、予選が一番怖かったんだ。で、さっきショウがね、あのしんちゃんに負けたりして、結構一人残りの時もあったんですけど。あ、じゃあまあ、ショウが分かんないもん。やっぱ二人しっかりしてますね。
さあまずは幻影コンボ入って、地獄の中足回り。さあ投げて、この間合い管理がやばいですね。もうさっきね、カズね、チュンリー相手に大暴れしましたからね。頑張ってましたね。さあいけるかどうか。シャガチュウ日照からフロッテル膝。いやマジこいつこの精度高いんだよな、この中足でしょの精度。中足でしょ、あれヒット確認できるんですよね。でも人によってはできないっていう話もあって、マジそういうレベルだよね、多分12とか3とか多分かなり厳しいあのフレームなんですよね、その人間の限界にチャレンジみたいな。本当のギリギリというか、人間の手入力の限界に SHO さんはチャレンジしてますね、日々。ヒット率高いんだよな、本当に。うわこれは、うわタイミングずらした、提携事件。アレク、雷撃手です。アレクの、アレクも雷撃手持ってんだ、一発だいぶ、ずぶといけど。うわそうそうね、リバサって見えたが潰しちゃいましたね。そうそう、直前ガードでね、漏れちゃうんだよね。まあそうか、歩いてしたとかね、歩きガードとかの中足でガードしちゃったら漏れるよっていう。でもそれでも、それでも SHO さんはいやできるって言ってましたよね、確か。あいつ言うし、でも実際やるんだよ、割とな。そう、人間やめまして、やめますかシリーズですね、これ。さあ、来ました、ここで国先ですね。あ、国さん先に来ますか。はい。さあ、さあここまずは、ショーから触りに行って、コアポジション2回、勝利を持って、あらららららら。大パンループで、補正切り。これうまい。あーっとまだ下通る。一生コアコア絶唱が入る。3回入りました。さあこっからクミさんのターン。こっからこれわかんねえんだよな。あーか取ってる。うまい。電陣出ませんでしたね。ここで出せ。これ大丈夫か。おっとっとっと、これは死ぬか。ゼロと。おぉ、バック捨てというか前捨てというか。ああ投げる。歩き投げ、強え。今の対策すごかったな、あのバック捨て置き上げ。さあどうする。投げて、ショーがゲージ貯めて1回目。さあ割と序盤も食らってたので半分ぐらい結構なダメージになってしまったが、ブロってる。クリさん走ってきますね。走ってきますね。もう一回。これはうまい。うまいですね。この対策はお見事。うまい。マジで。あれ漏れたやつ？漏れたのか。漏れたやつじゃないの？大丈夫。ダヤシ。ダヤシです。さあ勝負。スイチオさんこのまま逃げ切る。ここで外から灼熱。これは今のメイナジャンプ中継右行ってたのかな今。いやお互いほぼゲージなしのファイナルラウンド。うわー、ブロッパー。悔しい。ガードして。さあでもゲージが、うわー、カナジャンシダブロだったが繋げた。ゲあー拾いますね、しっかり。うまい。うわー、回ってる。危ないよ。さあどうする。おー怖いねー。これ怖いね。怖いね。ちょっとユンがゲージ溜まりには時間かかる。ちょっとね、もう一丁。さあそろそろ溜まるけど、ここで心の隙間使いたいように。クリの回しが早い。止めるか。止めない。あーだけどなってる。ゲツさんからセッションまで。うわー、あそこダッシュ投げ、ガッツ。今の試合はすごかった。今いやー今すげえなー、あそこダッシュして投げちゃうんだ。あー本当にあれはね、ちょっとしびれましたね。これはこれ人間やめてますね、 SH さん。あそこ走れるんだ前に後ろにまあボスさんいるからってのもあると思いますけど。あ、そういうのか。もうあそこまで行ったらあれだもんね。まあね。で、大将シンタですが、さあ、剣で登場。おしっかり反逆でしょ、最後。うわぁ、死ぬが中小美人だ。波動拳で時間を稼ぐ。
投げて投げて今なら剣はいけるか。うわーしっかりブロッキングが仕込んであって、おーこれは何かで暴れてしまったか。そうですかね。で調整してわずかにゲージ回収と。さあワンピガリーチ強いですね。 SH 長さん3盾ですか。予選はちょこちょこバタバタとしたところもありましたが、ここはやっぱり安定しますね。うわー中井裏でうまい、しっかり逃げてる。うわー読み入れてるか。マジそこ2章だろ。ジェスチョーじゃねえんだあれ。うまいなー、すごいね。いやさあちょっと締めのコンボはあれだったか。やべこれは痛い。やべ中昇流寝ると分かんないからねこれね。そうね、投げる、ガメ足こっから、お、抜けた前歩き、ダイヤ、怖っ。そしてこっから、あ、うまい誰の足で、あー、小木を拾う。おー、すげー強い、SH 王さんこれは強かった。勝ったのは、さあ、ボス小チーム、翔さん立てです。決勝戦、あ、わかった。やべえ、SHO さん強い。このままこのまま太平さんのファイナルグランドファイナルマッチ太平さん実況でよろしくお願いします。ちょっと松田さんがお仕事中なので。さあじゃあ決勝行きましょう。今勝った、ショーボスと、逆側がこれがよもだパールケイ君か。じゃんけんはしたかな。太平さんのシャウトに震えてください。じゃあ先方申告お願いします。二分一っすよ、二分一。ボスさんか SHO さんが先方ですからね、二分の一。決まりましたか。はい、決まりました。先方ボス K 君です。さあ行きましょう。大山マニアックスボリューム9決勝戦となります。先方ボスチュンリー VS K 君ヤン。さあ皆さん盛り上がっていきましょう。さあというわけで K 君が開幕開口一番にもう無理だよと決勝戦なので頑張っていただきたいんですが、さあどうなる。出し開け、おー投げ返すのヤンガバ中盤の EX 投げる、ピンチ受け台形、おおパクリ殺していく。Into the heat of battle. Go for it. グラップ投げて、うわー膝はハイジャンプで一度ケアしたがヤンが迫ってくる。投げてグラップ打撃、投げて投げて投げて、ここは割れてくる。天使選挙隊グラップ、さあこの状況からどうなるか。あ、中足長い
さあ、チュンリー2マックスのファイナルラウンドだが、遅らせてもスイちゃん大嫌い。ザガードやっべ、ここはチュアシネクストロー前方転身、前層下入ってる、チュアシ転身選挙隊。さあ、ケイ君はのんきに焼き鳥回避と。なるほど、ケイ君焼き鳥だったの。予選分かったな、そういうことか。いやー、綺麗な中足転身でございました。さあ、2人チームですので、ワンピー側はこれで大勝、残るは翔雲のみ。さあ、2戦で決まってしまうかどうか、翔雲 VS ケイクヤン。10番ローゼッショウフラップ、さあ、まずは一進一退だが、もうじきユン側現エイジンスタートですかね、これで、ね、じりじりしている、ここで入ってる、ナイパンループで浮かせて前方転身。これでこの回収量だからな。ゲジゲブロってる、5番ダイパンティシー、状況判断が的確。さあ、これで鉄弾からの発動なので、まあ、ダメージがどこまでいくかというところだが、10番2勝、ダメージは4割5分といったところだが、ブロって壊しエクストロ、鉄発動2回目、5番そこは割り込んでいく、延長前になっちゃった、投げる、うわ、絶勝で迷い落ちない駅を潰す。ここも投げて下風呂入ってる、旋風、いやー、しかしまだ上から来た。さあ、翔雲大将踏ん張るが、ここでパール登場。大将よもだのっこーしですね。さあ、大将中堅戦、翔雲 VS パールチュンリー、翼の文字が出てましたが、中大ポンから発動してそのまま拾っていく。うわー、ゲージの回収量6割ぐらいいったぞ、あの3段だけでゲージ光りましたからね、今オッケーオッケー。さあ、こういう圏内に見えるかどうか、うわー、そこを投げる、投げ式は逃さない、このレベルだとああいったところが命取りになる。まだ分かんない、ここはコパンが見えたが、わずかに着地が早かったか。ざっとこんなもん。1ラウンド目はショウ。これは漏れちまった。さあ、画面足に誘導。ブロって中足、かく出している。これで1回。ブロって膝。下ブロック、結構中足中足。全部さばいて取り返す。これはとんでもない大ラウンドになった。もう包容ゲージ2回が見える状況。あー、つないでますね。さあ、これで4本割り5割弱。やっべ。さあ、安全に安全に外からコパンのドス中足泳ぐ、1回目中足入れ、2回目、
投げマイナス、膝膝ぶら、中盤のローテーション、ここで発動していく、落とさない、パールが今日一のいい顔してる。もう褒めるしかないです、これは。これはショーを褒めるしかないです。口の悪いパールもこれにはもう絶句でございます。でも結局悪口言ってない。いやー今すごかった。さあ大将戦、さあマニアックスは割と見るこの2人の対決でもありますが、どうなる、ゼッション2回目、旋風旋風旋風と、ここはコンボ落とさず、スメッツでも途中から入ってるんで十分痛いですね。これ大金相打ち、プロっている、ジャックマシンダッキングアッパー、現役人は終了、前ブロダートをさばいて、ダッキングストレート、ちょっと入らない、ここで見逃さない、スイジャーに対して絶勝。さあリーチはワンピー側、ここでデサンから発動、大パンループ補正を切って中継、これはかなり安いブレーか。さあ芸人的には回転に重視、うわ中大パン当たるんだ今の、2回目、やっと投げてワンチャンス作れるか、どこはグラップ、3回目がここであと飛びが通る、ショート入ってバラからダート、立ってる前歩き投げ、よもだは天を仰ぐ、立ってるよそこと、よもだはこれは正義正義の立ちガードからの歩き投げ、歩き投げでしたね、天才現れた、あれ正義ですか、最高よ、 OK ですか、あれ最後、最後だけ正義を語っていいと思います、語っていい、はい、大丈夫、基本悪なんですけど最後は、最後ははい、ありがとうございます。じゃあというわけで、はい、じゃあ勝ボスチーム優勝ですね、はい、おめでとうございます。正義敗れましたね。じゃあちょっと、お二人はちょっとこちらへ表彰の準備します。はい、じゃあ勝った2人こちらへ、勝ボスのお二人、 この前太郎ちゃんちょっとごめんね、あ、俺あの写真、ムサの写真にしといてください、え写真加工はめんどくさすぎる、とりあえずインタビューだけ、とりあえずインタビューだけ、じゃあ2人まずは、じゃあボスさんから、はい、カメラそっちです、はい、ボスさんお疲れ様でございました、お疲れ様です、はい、2人チームでの優勝はさすがでございました、ありがとうございます。どこが一番きつかったですか。一番きつかったのはキャベツの剣ですキャベツの剣が一番きつかったです、はい、剣対決ありましたね、はい、ボコボコにやられましたお疲れでございました、ありがとうございました、はい、じゃあ翔さん、はい、お疲れ様です、ありがとうございます、はい、最後しっかりだったね、あのコメントでもいいもん見れたと書いてました、パール戦やばかったけどね結構危なかったギチギチだったけどねゼロドット、はい、しっかりし、でもあっこからさばいて、それでねちゃんと逆算するんですが、さすがでございます、いやちょっとねダッドリー戦はちょっとやり方変えたんで、なるほど、もう攻めないっていう、うん、まあ、そう最後ボッタッチっつって全然攻めてなかったと思うけど、全然攻めてなかったマジ寒かった最後3回目の減塩とか言ってはい、というわけでさすがでお疲れでございました、ちょっと後でどっちかインタビューするの、相談させてください、とりあえずちょっと写真だけちょっと調整します、
はい、というわけで本日は、6時半ぐらいの時間ですね。これにてマニアックスは終了でございます。改めて勝ったのは小ボス2人チームでした。おめでとうございます。といやー強かった。今日はね、もう本当にいろんなとこ見応えあった。タロちゃんいますか。タロちゃん、ちょっとね宣伝やるというわけで、最後に宣伝マンをもう一回ということで、 ありがとうございます。はい、本当の主催者は、ああそうですね、おりましたけどまあまあ、来週の9月8日がキングオブファイターズ98が出てから20周年ということで、はい、記念大会をニュートンさんでやらせていただきます。はい、当日はの試合台込みで10台設置しておりますんで、そうですね、まあ、配信見ていただいたりですとか、あとはまあ近い方で、まあ、どんな風な熱気でやってるんだろうなみたいな気になる人はぜひお越しいただければと思います。はい、一応当日参加も何枠あるっていう話になってますんで、なるほど、まあ、別に俺このゲーム強いからっていうやつはどんどん来ていただけるとはいはいはい、はい、結構びっくりするぐらい古い人たちが今エントリーしてて、まあ、10年前15年前の選手とかも結構出てくれるので、はいはい、今日いるメンバーでもね、忍とか、あ、忍さんはねまだ確定じゃないですけど一応出てよとは言ってます。あ、なるほどね、誘ってはいますね。サードでもちょこちょこ、あ、そうですね、出てくれる人がいるので、サードで馴染みのある方の名前とかもあります。はいはい、なんでせっかくなのでね、皆様ぜひぜひ、まあ、もちろんクーペとか見てご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、やっぱり e スポーツって言われてる現代ですけれども、はいはい、まあ、原点はここじゃないかなっていう、ゲーセンの筐体で、おっさんたちが殺し合う姿は非常に面白いものがあると思うのでそうね、はい、やってない人たち結構いたんですけど、はいはい、なんだかんだこの1週間で急にやり始めて、あ、ちょっと燃え上がっちゃった、まあ負けたくないらしいですでっていうのがいいよねってキャベツさんに今日言ってたんですけ ど、 なるほど、そしたらまあ、やっぱ言うて格ゲーマーだから負けたくないっしょみたいなこと言ったんで、まあ、出るならやるしかないっしょみたいな、はい、キャベツさんも昨日とかやってたらしいですということで、まあ、結構面白いものになるのではないかなと思いますので、ね、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。コメントの方でも、公式の URL 貼らせていただきました。プロジェクト DNA、5ですね、来週9月8日、大山ニュートンにて、まあ、98の、まあ、祭典と言っていいでしょう、20周年大会やらせていただきますので、ぜひ皆様よろしくお願いしますというのがまず宣伝の一つ目でした。ありがとうございます。というサードローも宣伝させていただきましょう。まあ、それの関係で、そのプロジェクト DNA の関係で、マニアック数がちょっと一周ずれたんですが、その次の週、9月16日には、香川の戦にて、中四国大会、こちらがございます。もう何回目だあれ ?6 回目ぐらいになるのかな。今日のメンバーでも結構行く人いるはず。今日の和也くになんてのも同じチームで確か行ってるし、僕も僕で、ユリアン4ダドイチとかいうすげえ熱苦しいチームで行きます。毎年恒例香川のうどん祭りということで、土佐の里さんはじめ中四国大会運営の皆様には大変お世話になっておりますので、今年も3日間目いっぱい楽しませていただければと思ってます。多分ね、アステンももろもろ受け付けてると思うので、ありがとうございます。中四国大会の大会概要はこちらをクリックしていただければなと思ってます。まあ、2週間後なんでね、多分関東からも3、40人行くんじゃないかなと。去年なんか確か100人超えたので、すげえでっかい大会に なりましたし、今年は台風来ないでくれ、本当にお願いだから。うどんを食べに行くついでにサード大会、まあ、そんなノリの人も、まあ、僕も割とそうです、うん、まあ、割とね、同じチームでネタが借りてうどん回りながら、サードも普段やれない人とやって楽しむっていう大会なので年に一度の楽しみです。はい、という、中四国大会の宣伝でした。というわけ で残りの諸々の告知させてください。その中四国の関係で、四季のマニアックスがずれます。四季のマニアックスがずれます。とビギナーズがずれます。本日の画面の左にも書いてますが、9月のビギナーズは第4土曜です。9月のビギナーズは第4土曜の9月22日60回大会になりますね。というのと、9月の23日が式でのビギナーズになります。ちょっと式でのあれだビギナーズじゃねえ、式でのマニアックスになります。というわけで2週目3週目はちょっとね、大山ではイベントという形ではないので、サードのイベントはないので、皆様、ちょっとお気をつけください。特にちょっと言われて気づいたんですが、来週の土曜は普段大山のフリップもないです。普段の大山のフリップもございません。
ので皆様お気をつけくださいというとこで、ちょっとおさも写真はなし、写真はなしでムサの写真のお願いします。本当にどうしたらいいの。ムサとムサにして、ムサとムサ意味が分かんねえんだけど、俺が作ってそれでもそれでもムサとムサにして、ムサを用意してくれるならそれでもいいけど、そうしましょう。どうぞ。じゃあ分かりました。じゃあそれでください。あれ、ね、結果どうする？あれあれ。ショーあれパンフは？ショーいいダメ。今年までやってないのね。パンフがいい。で今期は終わったら戻ってくるの？あれ？パンフの掲載する写真の相談は？まあ後で送ってる。それも多分載せたくないっていうから同じの使って。だからどっちにしろほらツイッターで。ああそれは後から来るから。ちょっと印刷させてくださいあ、はい、どうぞ。あ、じゃあデータ渡しての方がいい。まあまあまあ、何でもいいけど USB プリンターだったら、まあまあまあ、これでちょっとデータ多分トラベルの何形式ですか、ね、はい、なんだろう。はい、というわけですみません、バタバタしましたが、そんな感じですかね。ウェブのページを印刷したい。うどん屋情報が充実しすぎててすごい、そう、すごいんですよ。めちゃくちゃすごいんです。過去ね、そう、5回、5年分のね、中四国大会の、知識が集約されておりますので、うどんの詳細フレームが四国へ行けば対応されないのか、あ、僕も行きます、はい、今のところちょっと行かせてもらう予定です。というところで9月も、まあ、サード含めて98なんかもそうですが、引き続き、イベント満載の大山ニュートンでございますので、皆様ぜひよろしくお願いします。次回の大山マニアックスは通常通りです。通常通りの、10月14日第2週に開催予定なのでお願いします。まあ、今日なんかもそうでしたが、クーペンに向けて、皆さんいろいろ指導して、る形になるんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。というところで本日は締めましょうかね。もろもろ告知もさせていただきました。改めて本日優勝は小ボス2人チーム、さすがでございました。おめでとうございます。ということでお疲れ様でした。また今度お願いします。ありがとうございました。